今回女性過去最多、はい、平成生まれ過去最多、はい、20代過去最多、はい、この自民党を変えるための新たな多様な人材を、立候補させる、はい、特に比例の名簿に相当増やしましたけども、はい、まず、小泉選対委員長が考える、まあ、今回、まあ、自民党さんの中で、まあ、いろんな重要な政策があると思うんですけど、ここは特に、まあ、これ重要だなって強調したい政策っていうのはどういった部分になりますでしょうか。やはり今の経済の問題ですね、はい、特に、まあ、石破総理総裁が初日の15日の演説で、はい、あれ福島県でしたけど、はい、この経済対策を昨年の補正予算規模以上の規模でやりますと、うん、まあ、こういったことを言ったんですよね、はい、まあ、いわば積極財政ですよね、うん、でそこでやはりこの経済対策の中身をどうするのかっていう中の議論の一つにやはり物価高の対策、うん、そしてこれ地方の課題が様々ですから、地方創生臨時交付金の拡充もそうです、はい、であとは中小企業などが 物価高によってこうなかなか手当てがしにくいところにどう手当てしていくか、価格転嫁の問題、そして中小企業や長規模事業者も賃上げできる環境の整備、それとあとはやはり成長戦略につなげていくためには熊本の TSMC みたいに、まあ海外からの国内工場の誘致だったり、また回帰だったり、その地域にあった産業の立地の促進の投資促進ですよね、はい、でこういったことも大事ですし、今日昨日演説の中で私が少し言ってるのは、はい、防犯対策の強化っていうのも入れてるんですね、はいはいはい、これって最近首都圏で連続強盗がずっと続いてるじゃないですか、うん、この SNS 上で指示役が国内か海外の刑務所かどこにいるか分かりませんけども、うん、それで国内で闇バイトで、凶悪な犯罪が行われてる、はい、こういった中で例えば自治体や町内会公民館、はい、町内会とか商店街とか、はい、防犯カメラをより設置したいっていう地域もあるんですよ、うん、そういったところに対しての設置補助、うん、こういったところで日本は治安がいい国だ、うん、これを揺らがないようにしっかりと支援をしていく、支えていく、うん、こういった治安対策みたいなこともやはり今の状況を見ていると、必要なことだなと思いますので、うん、この経済対策をやっていく、補正予算を成立させる、はい、こういったところっていうのは力強く訴えているところですね。ありがとうございます。一番最初に経済対策ってお話お伺いしたんですけども、また別にちょっと質問の中で、まあ、別の政党立憲民主党さんの中で、まあ、日銀の 2% の物価目標を、まあ、0% 超に見直すと謳っているということで、こうデフレに戻る可能性がある、まあ、立憲さんのこの政策っていうのはどのように見られているのかっていう質問をいただいてるんですけど、小泉さんどのように思われていらっしゃいますでしょうか。いや、まずどんな立憲民主党の中の党内議論によってこの政策、この数字、公約が出てきたのかっていうのは承知してませんけども、はい、やはり自民党とは発想が真逆、公約が真逆だなと思いますね。まず我々が目指しているのはこの物価高であっても消費ができる、はい、そしてそれができるように賃上げをよりしていく、はい、賃上げが物価を上回るっていう、そういった経済の前向きな好循環を作っていこう、まさにコストカット型から成長経済型へと移行させるんだと、はい、この歯車を回し切るんだっていうのが我々ですよね、はい、それがこの立憲の 0% 超ですか、うん、これはこの回ってきた歯車を戻そうってことですよね、はい、うん、ですから私はまずそこは全く逆だと、それに加えて、まあ、日銀のやはり手法っていうのは一義的にはやっぱ中央銀行の独立性は尊重するっていう、そういったところが私は大事だと思ってますから、はい、具体的なそのアプローチ、はい、手法っていうところまで縛るっていうのは私は良くないことだと思いますね。ありがとうございます。そこはもう全然考え方も違うっていうところで。そうですね。はい。スーパーチャットもで質問いただいておりまして、はい、質問です。選対委員長として今回の衆院選で最も力を入れている取り組み、仕掛け、例えばこう、チラシをこういうふうに工夫しただったりとか、そういった部分ってございますでしょうか。一番は候補者擁立ですね。はい。これは今回女性過去最多。はい。平成生まれ過去最多。はい。
20代過去最多、はい、この自民党を変えるための新たな多様な人材を、立候補させる、はい、特に比例の名簿に相当増やしましたけども、はい、そういったところは選対委員長として、はい、擁立作業っていうのは責任を持ってますので、はい、そこは考えましたね。これ例えば北陸の名簿とかで女性がいたら、その小選挙区出てる人も、まあ、下の中で一番上に来てたのかなというふうに思うんですけど、そこの比例の名簿の順位とかでも、とにかく女性の方、方を上にしようとか、そういった判断みたいなのってあったでしょうか？全部のブロックで統一的にそういう対応にはなってませんけども、はい、やはり実際にお会いをしたり、さまざまな評価の中で、この人には、しっかり勝ってもらいたいな、チャンスを提供したいなっていうところだったり、であとはやはり、いかに小選挙区で勝てる候補が多いかによって比例で救える方が変わるじゃないですか、はい、なのでやっぱりそこを考えて小選挙区のブロック別の状況と比例でどういう形で配置をするか、こういったことっていうのは、まあ、なかなか選挙のちょっと玄人向きな話ですけど、はい、非常に議席獲得のためにも、あとは党の新陳代謝だったり、はい、新しい人材をっていうところにおいてはすごく大事なところなので、うん、そこは考えましたね。ありがとうございます。ちょっと他に政策の面でスーパーチャットいただいておりまして、はい、各政党の公約に最低時給1500円を掲げている政党が今回多いんですけども、この今質問いただいた方は長野で自営業をやられておりまして、まあ、最低の時給は994円ですと。で、仮に、まあ、1年から2年後に公約実現を行うと、まあ、中小零細企業で成り立たないというふうに、思っておりますと。で、まあ、企業努力にも限度があると思うんですけど、自民党ではこの最低賃金のところについてどのように思われていらっしゃるのかっていうところをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。これ今長野県の方のコメントということですけど、はい、1年後2年後に1500円にするっていうことを、はい、やることは全くありません、はい、それはまずそのスピードは速すぎます、はい、これはやっぱりスピードっていうのはすごく大事で、はい、今までも上げてきてますけど、1500円にするのは今回自民党の中でも2020年代にっていう表記ですよね、はい、でこれはそもそも2030年代だったものを前倒しをして2020年代なわけですよ、はい、なので長野県でコメントいただいた方には来年再来年のスピード感で話をしているわけではなくて、はい、最賃を段階的にこう上げていくけど、もちろん今まで以上のスピードでは上げなきゃいけないと、はい、でしかもそれが地域の中でもむしろ産業の競争力が高まる形、あとは働き手からしてもしっかりと自分が評価されるような、形の地域経済の形に持っていきたいっていう中での進め方なので、うん、そこは来年再来年っていうそんな急な話ではないっていうご理解はいただきたいですね。なるほど、そこはもう段階的な、いきなり1500円は、まあ、ここはもう現実的ではないっていう、これは非現実的ですね。ありがとうございます。ちなみに最初の小泉選対委員長が就任して一番最初が東京15区の演説入って、でそれからまた、1回入って計3回入られる、もうすでに決まってるからって思うんですけど、これはもう15区に集中的に入られてるってのはなんかどういった理由があるんでしょうか。やっぱり象徴区ですよね、うん、彼全国最年少25歳で、はい、今日本の中で孤独孤立対策っていうものを、はい、閣僚も設置をした形でずっと続けてる、ここまで来たのは、はい、やはり彼が、学生の時代からこう苦しんでいる方、悩みを持っている方、そういった方の声を今までは電話の窓口とかしかなかったものに対してこれからはチャットで受け入れられます、はい、声を聞きますっていうことをやって100万人以上の声を聞いてきたんですよね、はい、でこういった実績のある若手、しかも最年少25歳、この彼が挑戦をしてくれたことをなんとか支えたい、成功させたい、勝たせたい、でその彼の勝利っていうものは一生以上の価値がある、でこれからそういった彼の姿も見て、そして若い世代の挑戦を応援をするという自民党を見て、またもしかしたら自分も政治にチャレンジできるかもしれない、はい、そういうふうに思ってもらって自民党から出たい、こういうふうに社会を変えたい、国を変えたいっていう人材をやっぱりこうメッセージ届けたいですよね。
なるほど。大空幸喜さんの勝利っていうのは一生以上の価値があるということで、はい。なので、そこに関してはもう、もう戦力の注入だったりとか、そういったところも徹底的に勝ちに行くっていう、まあそういったところの方針を持ち出されているってことですね。そうですね。ありがとうございます。で、ちなみに、まあそこで行くと、まあ中国とか、まあ接戦みたいな情勢とかも出たりもしますけども、まあ今回自民党に厳しい情勢が伝えられていますが、こう接戦区において選挙をひっくり返すために選対委員長として、なんかやれることってどういったことがあるんでしょうか。まず、この私が接戦区に入っている中で、はい。自民党の支持層の方々が自民党の候補にしっかり入れようと思ってもらうこと、はい、これ基本です、はい、そのために、まずはしっかりとした手こ入れをやること、はい、そして、与党公明党さんも含めて、はい、しっかり協力体制をちゃんと組むこと、はい、そして今回政治と金の問題で全体として報道もそこに集中しがちですけど、全くこの問題に関係のない議員がいっぱいいるんですよね。はい。その議員さんの地元が接戦区になっているときに私が言っていうことは、はい。その支援者の皆さんにも地域の皆さんにも、はい。政治と金に対する批判は、はい。私を含めて執行部に対して向けてくださいと。はい。それは全体の責任として取りますから。はい。しかし、関係のないこの候補は、全く関係ないんですと。はい。そういうふうにちゃんと伝えることによって、はい、そうだよねっていうふうにちゃんと思ってもらいたい、うん、そしてそういったことをしっかりと広げてもらって、はい、自民党として問題はあったけども、はい、この人は違うんだってちゃんと思ってほしい、そういったことを一人でも多くの方に、広げてもらって応援をする人が気持ちが揺らがずに、はい、そうか大丈夫だこの人は、そういうふうに思ってもらうっていうこともすごく大事なことだと思っています。だから不記載じゃない校舎のところでは、まあ、そこを毎回演説の中に盛り込まれて、この人はまたかかってないんですと伝えていくっていう、そうですね、そこがもう大事ということですね。あ、そうです、政策のちょっと質問いただいておりまして、はい、まあ、の消費税、まあ、昭和の時代っていうところ一億総中流の頃はまあ全くなかったですと、でこの社会保険料とかそういうところ考えた時に必要がないと思いませんかっていう、まあ、消費税とか必要ないんじゃないかって多分思われてる方の質問いただいてるんですけど、小泉さんはその点どのように思われていらっしゃいますでしょうか。まあ、消費税がなかったらいいなと思うのは、それはみんななければいいと思いますし、あの税はできる限り少ない方がいいなっていう気持ちはよくわかります。はい。ここですでに年金の半分は消費税、この税金で賄われてますし、はい、社会保障の中で消費税を当てるっていうのは、これは当時の今のまさに立憲民主党代表の野田、総理が総理時代も含めて、はい、3党合意で決められている方向性ですよね。はい。ですので今立憲民主党も自民党も、そして維新も、はい、消費税をなくすっていうことを訴えているところはないと思います。はい。でそういった中でやはり日本がこれから社会保障がものすごく持続可能性が問われている中では、はい、どうやってそれを賄っていくかっていう中で、消費税っていうのは一つの財源になったことは間違いないです、うん、ただそのあり方っていうのは今後、まあ、インボイス、軽減税率、はい、いろんな形で議論があるので、そこの議論っていうのはこれから深めていかなければいけないと思いますね。ありがとうございます。でちょっと事前質問でいただいている内容で、まあ、これもちょっとガラッと変わるんですけども、まあ、お父様が小泉純一郎元総理で、まあ、かなり比べられることも多いんではないかなというふうには思うんですけども、まあ、政策や考え方において、まあ、こうはお父様と一緒の部分と全く違うよって、そういった部分ってどういったところなのかっていうのは質問来てるんですけども。そうですね。考え方として、やはり共通しているっていうのは改革志向っていうのはあると思いますね。はい。その改革志向は共通していますが、そのアプローチはもしかしたら違うかもしれませんね。あ、なるほどですね。はい。これなんか小泉純一郎様となんかお話しされるときに、なんかこう政策の議論みたいなところって普段されたりするんですか？あんまりそういうことはしないですね。まあ親父の性格上口はあんまり出さないようにしようっていう、それはありがたいんですけどね。あ、なるほどですね。うん、むしろ政治じゃない話の方がいっぱいしますよ。あ、なるほど、政治じゃない。まあ、ざくばらんな、
はい。また関係ない日常の話とかもされてるってことですね。はい。あ、ありがとうございます。で、すみません。最後の質問で、こちらもスーパーチャットいただいてるんですけども、はい、まあ、高額と言われている選挙の供託金、こちらの金額について、まあ、妥当なのか妥当ではないのかっていうところを、どのように思われてるのかっていう質問をいただいてるんですけど、こちら小泉さんいかがでしょうか。まあ、供託金については、これは海外と比べたら日本の方が高いっていうご指摘も一つあるので、はいはい、そこもまあ今後どうあるべきかっていうのは一つあるのかもしれません。はい、じゃあ、供託金の問題が、はい、指摘をされるのは、出たい人が出られないっていうことがその指摘にあるとしたら、やはり私は供託金の問題もそうかもしれませんが、もっと選挙に出れる非選挙権、はい、これを年齢引き下げをしていいと思いますね。あ、そっちの方のハードルを下げる、はい、これっていうのが私はすごく優先順位高いことではないかなと思います。小泉さん何歳からこう非選挙権もう、まあ、出ていいという年齢を何歳からいいと思われてますか。私は出ていいというのであれば、はい、これは一つは18歳もあり得ると思いますね。あ、18歳ですか。そういうのが、はい、例えばアメリカだと、はい、首長で確か16歳いますよ。あ、16歳の首長が、もうでアメリカの場合は16歳で運転免許だと取れるっていう州もありますよね、はい、ですのでその国その国によって違うんですけど、はい、日本の中で成人年齢は18歳だと、はい、になっているっていうことを一つ考えると、はい、今成人で18歳だったら高校生でも投票できる、はい、で今は選挙には出られないんですよね、はい、だけど出れるってなったことがイコール受かるわけじゃないじゃないですか、はい、受かるかどうかは有権者の判断ですよね、はい、だったら18歳で出れて、はい、あとは有権者に判断をしてもらって18歳でもこの人は国会にもしくは、議会に、はい、もしくは首長に送り出すべきだっていう人材が有権者の判断によってあるんだったら、はい、私はこれだけ若い人が少なくなった日本に、はい、もしでも若い人の声を議会にまた国政に反映をするっていうことを考えれば、はい、私はそのチャンスをこう作らなければいけないんではないかなと思いますね。ありがとうございます。まあ、僕自身もちょっと選挙啓発とかやることもありまして、まあ、特に、まあ、若者が政治に関心を持つためには、友達が立候補するのが一番興味を持つんじゃないかなというふうには思うんですけども、こういった学生時代でしたりも18歳の時に、まあ、そういったところの、まあ、出れるようになりましたら、まあ、ものすごく若者も参加するんじゃないかなというふうに思いますので、なんか、そういったところで障壁みたいなところってあるんですか？もし。障壁ですか？はい。あ、これは、あれだと思います。政策の優先順位を、あ、はい、時の総理、はい、またその政策決定に重要な立場にある方が、はい、何番目に置くかっていうか、まあ、その国会の審議日程とかもこう、そういうことですよね、はい、だからここはあとは総裁選を経験した私からしても、はい、総裁選の候補でこのことを否定的に思ってる人っていないんですよね。はい、ですからこれはやればいいじゃないかなって思いますよね。今度、はい、石破総理にも、まあ、そういったことはお話をしてみなければいけないかなと思いますね。あ、もしかしたら石破さんにもお話されることでこれが動くかもしれないということで、はい、ちょっと楽しみにしております。はい、最後に、はい、こちら今ご覧いただいている、まあ、有権者、まあ、YouTube 上に見ていただいている視聴者の方に、はい、もしメッセージがありましたらぜひコメントいただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。これは回っていて山本期日前さんの名前の中にある期日前投票、はい、めっちゃ嬉しいで、期日前投票の認知度は上がってきたんですけど、はい、残念ながらハガキがないと期日前ができないって相当思われてるんですよね。いや、そうなんですよね、はい、これ手ぶらでできるんですよ、はい、なのでこの手ぶらでできるんですっていうことをちゃんと伝えたいです。ですから明日から期日前投票どこかお出かけの際とかに、あ、はがきがないから目の前期日前会場だけど行けないわって言って行かないっていう方が今は結構多いんですけど、はい、全く問題ありませんのでぜひ投票をしてください。ありがとうございます。まあ、僕もちょっとその手ぶらでいけるのを伝えたくて芸名に山本切り詰めて入れたので、はい、
そこ、力強くおっしゃっていただいて。はい。そういうことですね。はい、そうです。はい。ということで、はい、すいません。本当質問いただいた内容、まあ、全部お答えいただきまして、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。ということで。またじゃあ、期日前さん、街頭演説聞きに来てください。あ、また、多分何回も、はい、見に行きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、はい、今回のライブチャットなんですけども、はい、まあ、これからまた別の政党さん決まりましたら、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。小泉委員長、本日はありがとうございました。ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告。よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか？